また沖縄行くんですよ。で、沖縄のプロ野球キャンプを見てくんですけど、で、まあ、いつもメインはチャタンってとこでやってる中日ドラゴンズのキャンプと、それからあと、名護っていうとこで、ここが難しいんだけど、名護っていうところでやってる、北海道日本ハムファイターズのキャンプが、まあ、俺のもう脈々と、もう昔から見に行く、一番好きな、一番注目してるキャンプだったんだけど、何年か前から、さらに、上の方行った、国頭村っていうところでやってる、日ハムの二軍キャンプっていうのが、まあ、好きになりまして、で、もう何がいいって言っても、なんつったらいいのかな、この世とは思えないような時が流れてるわけです。ね。何にもないんだから、何にもない真ん中に、一応普通のプロ野球選手が使うって感じのしない、普通のこう市民球場みたいのがあって、で、最寄りのバス停みたいなところは、バス、まあ、正確な忘れちゃったけど、3、4時間に1本ぐらいしかバスがないわけ。だから1回行くと3、4時間はもう帰れないわけ、俺車の免許がないから。で、そこ行ってさ、で、まあ、その、ザワワな、本当の自然のザワワ、エスパール号の中のじゃないやつだよ。ね、あの、やべえっつって、もう、ね、帰りの電車賃まで入れちゃったの。あれは、もういろんな場外馬券よりものあたりでも吹くから、なんとも言えないんだけど、そうじゃない、おぎやはぎの片方の、奥さんの、兄弟のお母さんの人みたい人だっけ。その人の、奥さんの兄弟のお母さんっておかしいよね、どうやってもね。それって直で、わざと遠回りしてるだろ、お前。本当にね、まあ、その感じ、なんかその、あの、サトウキビかなんか知んねえけど、そういうのが風に揺れてる中に、その怪我明けの選手とか、あと一軍のレベルに達してない選手たちの、こう、淡々としたこう、特打ちとかノックの音が聞こえてて、それをまあ、薄ぼんやりと。もう別に、こう、本当に仮設みたいな、観客席。内野の端っことネット裏ぐらいしかない観客席。誰もいない観客席に一人座って、もうなんだろうね。あの、もともとスライムだったやつが少し溶けてバブルスライムみたいになってる。俺の贅肉横に広がっちゃってるみたいな引力に負けて広がっちゃうぐらい何の緊張感もないところに、もうなんかぼんやりしちゃってて、そのざわざわカコーン、カコーン。カコーン、カコーンって言ってるだけで、一気で次のバス乗り過ごしちゃったみたいな、4時間経っちゃってんじゃんみたいのが俺の、その、すごい空間なんだけど、例のあの、大谷選手が、この二軍キャンプでスタートしてるから、国頭村にいるんです。だ俺ね、この国頭で、おそらく地元の人とか、まあ、ファイターズファンの人は4人ぐらいいるんだけど、俺を含めて5人ぐらいいるんだけど、しか会ったことがないわけ。地元の人なんて、俺、この国頭でキャンプをやってる、二軍とはいえキャンプをやってるっていうことが、あの村において、年に一度の書き入れ時だと思うんだよ。その、4、5人しか来ないにしても。にもかかわらず、そのバス停から少し歩いたところにあるよろず屋みたいところが、ほぼ空いてるのを見たことがないの。で、ジュースを求めたり、ちょ、食べ物を求めて、その辺歩く、もう分かったんで歩かないけど、歩いてて、もう人とすれ違ったことがないの。なのに、今、記者が200人と観客500人ぐらいいるらしいんだよね。もう、だから、もうね、そうなっちゃうと、あとは俺が行くまでに大谷くんが結構調子いいみたいなので、バッティングのセンスとかすごいみたいなんで、一軍に行っちゃうとまたね、いいんですけど、それが、まあ、一つちょっと困っちゃうのと、もう一個皆さん的に、俺的には嬉しい悲鳴なんですけど、今回、去年と一昨年はそういうのなかったんですけど、名古屋でずっとやったスポーツ番組が復活したせいで、その、名古屋のスポーツ番組の仕切りで、中日ドラゴンズのキャンプがスタートできるわけですよ。だからね、いいホテルがもう取れちゃってるんですよ。なんだろうこの、あの、ほっとする感じとがっかり。がっかりする感じ。ねえ。未だに一社の携帯も届かない宿ってあるんだっていう、ね、前回の、あるんだって。あと、大雨の中、一旦表に出てともとも歩かないとおしっこがするとこがないっていう。で、それが俺、そのホテル、まあ、その宿の中で一番
そのドミトリーの中で一番高い部屋で、俺。一番高い部屋で、その、かなり大雨の中歩いていかないとトイレがないみたいな。それめんどくさいからコンビニ袋におしっこできねえかなって迷いに迷うみたいなことは、今回ないっていう嬉しさと残念さみたいなちょっとあるのと、あとお楽しみの方では、中日の、前にもキャンプの話した時に出てきたんですけど、ルイス君っていう、ドミニカ人の、通訳兼雑用係兼ブルペンキャッチャーっていて、これずーっといるから、中日がドミニカ人の補強を取り始めてからずーっといるから、もう日本語もベラベラでナイスキャラなわけ。もうこれが山本正香なんかと一緒にこう、ピッチング練習してるのを見てるとまた幸せな感じなんだけど、どうやら今年、ルイス君が実家帰った時に、近所に玉早いやついたってやつを連れてきてるらしいんだよね。ちょっと話大げさになってるけど、ルイス君が、帰ってきたら、日本のプロ野球にコネクションのある人として、近所の人が売り込んできたらしいんだよね。で、そいつが相当球速いやつで、俺らの、もう完全に俺らのバイト先に、サイドスローのスライダーが投げられるやついるんですけど、みたいな感じで、キャンプに参加してるらしいんだよね。それちょっと見たいんだよね。そいつとルイス君と周りの人の関係みたいの見たいんだよね。おそらくルイス君ね、いいやつだけど地元では吹いてないとそういうこと起きないと思うんですよ。まあそのドラゴンズって日本の中日ドラゴンズっていうチームに対して俺かなり影響力持ってっからとは言ってると思うんですよ。それでいて、球速いやつ紹介されてきてて、いやだけどな、あれだぞっつって、ね。まあ、俺が、お前をリードすればそこそこのピッチャーにはなると思うんだけど、なんつって。で、ルイス先輩、ルイス先輩どこも、まあキャッチャーに決まってんだろうよ。何番打ってんですか ?4番?4番?みたいなこと言っちゃっててほしいんだよ。言っちゃってる時のルイス君、いざ来たらブルペンキャッチャーですげえキャラで持ってるやつだっていうね、だった時の、ルイス先輩っていう感じがすごい見たいのと、だそいつが合格して日本に長期滞在してくれれば、ルイス君もその間にいろいろ事情は言えると思うんだよね。急に名前忘れたんだけどさ、そいつがまあゴンザレスだとすると、ゴンちゃんさーなんつって、見ての通りの状況なわけーなんつって。で、実家で言わないでっていう話も1年かけてできるから、バカバカお前のスパイクすげえ磨くよ俺みたいなのもすごいできるけど、一番まずいのはそのまあ、名前ちょっと後で調べるけど、ゴンザレス君が即帰国しちゃった場合に、全然あいつのコネとか嘘だからってそれを言われちゃう可能性があるから、あいつほら背番号1つだね、書類数つって120いくつとかだからみたいなこととかを言われちゃうから、俺はね、こいつちょっと受かってほしいし、受かったらルイス君のスカウト能力っていうのも認められるんで、ちょっとそれが今回楽しみ。なんか今 AD の金子くんが調べてくれたら、リベラっていうピッチャーで、これすごいよ、リベラっていうピッチャーで自称162キロ投げるらしいんだけど、だからこのなんだろう、俺の見たいのはルイス君との熱いコンビネーションだよね。おそらく、ピッチングコーチ今中さんだっけな、ゴンドさん辞めて、今中ピッチングコーチとかが、じゃあちょっとリベラ投げてみろっつって、最初の何日かはまだ肩ができてないからってやるじゃんか。で、お前、そろそろちゃんと本気で投げないと、お前、採用なんかねえぞ、テストなんだからって言われた途端に、多分こいつがそこそこの球投げた後に、キャッチャーのルイス君がドーンって取った後、後ろにでんぐり返しをゴロ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 、うーわー、すげえよー出てた、これ185出てたよっていう、その感じと、やっぱ用具係もやってるから、ルイス君は、ちょうどデジタルのところに細く切った黒いビニールテープで、ちょうどこう120キロのところのデジタルの棒を足しちゃって、それは8に足しちゃってあるから、うーわーって思って。でもキャッチャー立たせたままの山本正も186キロ投げちゃってるから、どういうことなんだこれっていう大騒ぎになるけど、で、後で二人で、監督に怒られるっていう。で、またそのルイスはルイスできっと、その来る前に、まあ俺の控えでいろいろ教えてやってる谷繁っていうやつがいいんだけどさ、って。ねえ、まあ、そこそこ、まあ俺教えてやってから良くなってきたよ、みたいなこと。ただ谷繁は、全然その、ドミニカの言葉が分かんないからな。お前谷繁とは直接話せねえけどな。それ、そうすると真ん中に通訳も兼ねてるから、もう向こうのその、リベラからしたらさ、
ルイスさん、こいつは、この生意気な谷繁ってこいつですかなんて言うんだけど、それはちゃんと、ドミニカ語で言ってるから、ドミニカ語で聞き取って、谷繁さんよろしくお願いします、みたいな。それに安くして、ね。おいでいて、お前も頑張れよ、みたいな。用具係のルイスが物持てないとき、お前も手伝ってやるよな、みたいなこと言ってんだけど、それをまたドミニカ語で訳すときに、今年もいろいろ教えていただかないと僕もクビになると思いますので、みたいなやつ言いながら、何昔お前、みたいな。昭和50年ぐらいの NHK のドラマみたいな。で、そこから始まる、てんやわんやね。そこから始まるてんやわんやと、最終的には合宿所で、そこのドミニカ人二人バケツ持って立ってろって言われる。で、そうしてるうちにルイスのお母さんが上京すんのかな。で、それを見とった優しい谷繁が、そのルイスに気使ったりとかするんだけど、ルイスが調子乗って、お前、見てんのかポカーとかやったりするのを、もう、後で覚えてろ、みたいなこと言って。それで帰ってくると、その、今ちょうどこう飛行機を、ドミニカにお母さんたちが帰ってくる。そして、リベラも帰ってくる。お前落ちちゃったのかい、リベラ。で、その飛行機を見上げて、お母さんの置いてった、その手紙を読むと、ね、リベラ君からすべて聞きました。ルイスは幸せもんだね、なんつって。谷繁さんに迷惑をかけないように、母ちゃんみたいな。昭和だよ、完全な。昭和、昭和。だからその、リベラが、ま、160には出ないにしてもですよ。ね。その、150代中盤ぐらい出てくると掘り出し物なんで、ちょっと、リベラ、熱心に見ていきたいと思います。